お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。本日は何日目だ。6日目。7日目。7日目の朝。サンディエゴ。サンディエゴ。洗濯物からしていく。おいし。行きましょう。行きましょう。仕事が終わってね。うん。ようやく。はい。すげえ墓だったね。信じられないよ。この空気でさ、暑いんだけど長袖でも大丈夫。半袖でも長袖でもいけるね。これね、日陰入ると寒いし、外出ればすごく暖かいから。そうだね。ただ日焼け対策しないとダメだね。ああそうだね。真っ黒になっちゃう。そうそうそう。多分。とりあえずじゃあ仕事終わったんで、はい、ご飯をザファミリー、フレンドリーだ。フレンドリー。世界一美味しい。世界一うまいハンバーガー。スマッシュバーガー。スマッシュバーガー。食べ行きましょう。行きましょう。ウーバーで。ウーバーで。サンディエゴまで向かっていきます。出発してますね、うん、今はテスラ、うん、なんてやつだこれ、あれはモデル CS3 モデル3、うん、乗り心地最高だよ ね、 ね、そしてすごい清潔にしてるね、運転手さんがめっちゃ綺麗、うん、で、今向かってるのがザ・フレンドスマッシュバーガーで、ね、バイバイバイ、お肉、うんうん、バンズ、バンズまでぐっしゃむ、なんだバンズじゃなくてなんだっけ、パティ、あパティだね、そうパティをギューってなんか押すんだよね、うん、それであのぺっちゃんこにしてカリカリに焼く、あじゃあ感じジューシーとはまた違う、あでも油がすごいからそもそもジューシーかも、あそうなんだ、うん。楽しみだね、そう、それでベーコンみたいになくなっちゃうわけじゃなくて、まあ、ベーコンもねまだすごい油出てくんじゃん、噛んでも、うん、あんな感じ、そうなの、あとじゃあ2、3分ぐらいで着くのかな、そうだね、ちなみがペーンだよでもこれ何ペー、これ94 94ペー、アメリカペーってことだよね、アメリカペーなーっていうのを通称ペーで僕ら今採点させていただいてるんですけどライブペーよ、ライブペーね、さっきハイウェイの時は86ペーだったのに、うん、ここに来て街並みでね、でどんどんペーペーだね、うん、切れた、すげえ楽しみだな、歩いてるだけでも本当に気持ちいいもんな、うん、眠たくなっちゃうね、気候がねすごい、うん、めちゃくちゃいいから、そうだね、うわっ湿度がないからいい街な、長袖でも平気だし、いいです、じゃあまたついてからですかね、はい、モーズおいペースね、あ、アウトレットみたいなのが見える、あの屋根本当だ、御殿場だ、街並みがいいですね、OK OK OK。Thank you。Thank you。おお。フレンドリー。こっちですね。フレンドリー行ってみよう。うん。ねえ、うまそう、でかいよ、うん、3メーターある、3メーターか、ちょっとすごいメニューだね、ダーティークラップとチーズバーガー3つ頼みました、ねえ、なかなかのもんです、あれはスマッシュでも、ほんまか、おちょ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 、絶対うまいじゃん、朝ごはん、イエーイ、今日もブランチ4時じゃない今、14時、2時だ、
ない。ね、すごいエレベーターある。すげえ。仮設だ。仮設のエレベーターすごいっすね。バーガー食べましょう、バーガー。食べたら世界一美味しい。めちゃくちゃにぎにぎ潰してましたもんね。あ、うまっ。あ、いいよ、いいよ。うまそうだぞ。早く早く、冷めちゃう、冷めちゃう。いただきます、いただきます。熱い。でも、あ、匂いでやばい。大丈夫だよ。食べて。バリウマ？うん。バリウム人の手使ってやる新しいやつあれすげえ、うまい。うん、いただきます。あったけ、出来たてっていうのがいいよ ね、 ね、目の前で作ってくれてあちこちにうまこれうまいよね。うん、めちゃくちゃキューってやってるから、うん、口の中でほぐれるのが早いね。ね、確かに、うん、肉の味バコンきてチーズの濃厚さがもう、うん、それをコーラで流し込んだら我々はもうアメリカ人ですうまっ。コーラ食べようか。うん、うまい。うまいわ。バリウマめちゃくちゃうまい。バリウマ、バリウマすげーな。歩いてますちょうどスマッシュバーガーの下部にビアバーグ最高じゃん。だったんで、うん、いっぱい飲んでるけど、まあ、すごい、めちゃくちゃ近いね。近かった。50メートルぐらい。外で飲んだら気持ちいいぞ。タンクの目の前で飲める。すげえかっこいい。見て、フルエラみたいなやつ。ね、飲めませんでしたね。パスポート忘れちゃったっていうか、うん、必要だと思ってなかったから、ね、昼飲みだからパスポートいらないよねなんて話をしてたら、ね、うん、ね、普通にパスポートを求められた、うん、見た目が若いわ。そんなことないでしょ。ありがとうございますもうちょっと最後探して行ってみてダメだったら帰る。そうしましょう。そうしよう、うん、もう1軒ぐらい行って。え、もう着くんすか。もう歩いて1分のところにまた違うまだあれあるし、ね、気をつけて。はい、ここが本日2軒目の2軒目飲んだね。ハンバーガーで0時間やったから ね、 ね、やってないのかな。すごい雰囲気バッチリじゃん。普通にこういうのが点在してるのがすごい。ペイジ行きたいですね。ペイジなんか古着屋さんみたいな雰囲気ですね。とってもいい感じ。サドラモニカー仕切れな、そこ。ここではなんと飲めることが決定しました。お姉さんが私が選ぼうかって言ってくれて、うん、で3つ違うものを出してくれるらしいから、味比べできるみたいな、ね、優しい。ビッグマンゴー、2個目がビッグマンゴー、一番のヘリアイテープ、このビッグマンゴーアイテープ、うん、ヘイジーの飲み比べ、ヘイジーの飲み比べ3セット。これはビッグマンゴーブロー、これがイレブンイヤー、これがジューシーなんですよ。ジューシー、そう、ジューシーちょっと、じゃあ俺ちょっといいですか。ジューシーだ。ビッグマンゴーだ。あー、めっちゃ香る。ジューシーだ。全部です。
ちゃくちゃマンゴーだ。うまいね。うまい。すげえドロピカル飲みやすい。ほんと。結構すっきりしてる。へぇ。ジューシーだな。外眩しいな、おい。これうまっ。グビグビ飲める。グビグビ飲めちゃう。危ない、これ。ね、イレブンイヤーズって今。すごい喉越しがいいからね。イレブンイヤーズ。イレブンイヤーズ。こちらのヘイジー IPA でございます。おぉ。なんだろう、あでも正統派するかな。あでも苦味が結構強い。あ甘みがそんなに耐えたい。さっきのはすごくジューシーだったから結構ドライな感じですね。でも味はうまい。あそう、確かに苦味強い。大人の味だね。ね。うん、でも平日感。でも 悪くないね。抑えジューシーリフレ。リフレ。リフレ。なんていうのかんだね。カプイ。わあ。もうわけわかんないでしょ。口の中。うまい。これは。なんか苦い。苦い。よーし、一回ホテルに、ホテルじゃねえか。天一。Okay. Sorry, let me pull this out. よろしくお願いします。Sorry. よーし、これで一回 RV パークの方に帰って、プール入って。Hi guys. Hi guys. Hey guys. 俺が言っちゃしょうがない。よし、これで帰りましょう。街並みが全然違うね。うん、ちょっぴりアウトローな感じがする。確かに。何だろう、何が違うんだろう。雰囲気が出てるよね。アウトロー感あるね。ねえ、何なんすか。ボコしてる。あ、ハイウェイだ。帰ってきたぜ、俺たちの街に。カミングホームですね。ねえ、すごい、ずっと歩いてるだけで気持ちいいから、もう、うん、お散歩が趣味になっちゃいそうですね、おじさんたちは。ねえ、なんかもう老後の生活してるみたいだもんね。ね、街行ってスローライフだね。ビール飲んで、パーカーで何も汗かいてないもん。うん、まあ、それはでもすごいね。気持ちいいよ、すごい。気圧そうだもん。日陰に入るとちょっと寒いからね。あ、ちょうどいいんだよね。日向にずっといるとさすがにね。日向と日陰の温度差すごいよね。すごい、ね、月みたい。で、ぐっと下がるよね、うん、湿度が低いったらもうね、カラッカラだもん。何度見てもキャンピングカーで暮らしてる人もこっちにはいるんですもんね。いるっぽいね。なんか普通に仕事してる人とかもいたし、なんかここからエクストリーム出社するつわものもいるってことですよね。いるんじゃない多分。すげえ仕事はかどったからな、うん、すごいね、うん、働き方改革だって目じゃないねね。これだとこれ普通に視察来た方がいいよね。ね、間違いない、間どうですか、気持ちいいですか。気持ちいいね、太陽が、うん、すごい仕事がはかどるんだよ、うん、なんでですかね。なんだろうね。何しててもいいもんね、うん、仕事してても寝転んでてもプール入ってても、うん、何しててもいいです。自由ですね。自由。ワンコが迷い込んできた。ねえ、かわいいね。ご主人様はどこでしょう。ねえ、隣でした。足の再会。ワンコ来た。ねえ、かわいい。気持ちよすぎるから歩いてステーキ屋さんに行くことになりました。こっちの方にあるとこ。うん。今6時ぐらいだけど。はい。6時。
もう少し1時間もしないで日が暮れるのかな。なんか日本の空みたいだね。ね、今日は走る珍しく、うん、ずっと雲一つない晴天の日だが続いたの。ずっとそういうわけじゃないんだね。いや、そうあれ一通りはあるいいあら Happy Bob アンダーさんが下着盗んだのバレたんじゃないですか。あれ救急車病気だってグランドセフトオートだねえ、だいぶ別の意味だ。アメリカですね。アメリカですね。なんて94 もう着いた。もう着いたよ。早い。あれ、アイク早いね。ブラックアンダーシュステーキハウス。ステーキハウス、どんぐらいだろう。500メートルぐらい。そうだね。パパイパパイパパイステーキを食べていく。シャリー晴れたな。何やら大人のコメダじゃん、ね、なんかコメダみたいじゃない。素敵。トマホークもめちゃくちゃうまそうだけど。トマホークいきます。なんと120高え。アメリカ、5日目の夜、サンディエゴ、楽しみにしましょう。キャンペーン、キャンペーン。濃いのよ。これは濃い。やばいね。しかもなんかね、マティーニみたいな感じになったというか。すごい。本当に焼酎並みないけどね。そうそうそう。すごいよこれ。サービスはいいんだよ。ね、これ日本で3杯分ぐらい入ってるでしょ。うん、いやこれやばいでしょ。やばいって話ですよ。いやすごいね。土なピンツク色ですよ。とさコンプライアンだよね。ピンツクだから。ピンツク色です。ピンツク色大丈夫。土なピンツク色だから。すげえうまそう。食べよう食べよう。うん。いきます。いいでーやば。ガリバタっぽい雰囲気だ。うん、いただきます。ちょび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 。うーんワイルドだなしてたよ。うん、終わっててバチってる。うまくうまい。めっちゃうまい。うん、めっちゃレア。めっちゃレア、うん、めっちゃレア。やってみようかな。あんたさんもでかいのお願いします。これいく。熱いよ俺。すごい好きなやつ。俺行こうかなんか。ああ美味しそう。いただきます。失礼いた。あれうこ。出た出た。めっちゃ汚いよこれ。おはようございます。新一です。どうもです。アメリカ8日目。うん。本日最終日なので、はい。キャンピングカーの中身を全部出して、うん。掃除して、はい。ゴミを捨てて、うん。来た時よりも、美しく、ラズベリーでしょ。オッケー。最後か。この快適生活のねえ、ね、ホテルに最終日泊まったら嘘でしょっていうぐらいもっと快適なのかな。そんなことないんじゃない。ロサンゼルスの方にまた帰っていくと、でこいつを返してチェックしてもらってロサンゼルスの最終日の、そうですね、最終日にして やりたいことあるんですけど。お、なんですか。髪伸びてきちゃって出たな、ヤマト君がやりたかったやつ。出たもうロサンゼルスで一番活かした髪型にしてくれって言って、うん、髪切りましょうかな。いいね。ナイスなバーバー見つけたら言ってください。ナイスなバーバー。活かしたバーバー。活かしたバーバー見つけた。バーバー楽しみです ねロサンゼルス。どんな髪型になるのか。やばいよね。今ボソボソだからね、うん。楽しみでございます。行きましょう。あ、行ける。もうマスターした？もうだって居住歴が違いますから。
いや、まあ、マイスター絶対今ダメだよなと思って、パカってなってたから、ね、おかしいな、ちょっと待って、おきた、え、まだじゃない、どう、おー、マイスター、コーヒー飲み行こう、ちょっと片付けも終わったんだけど、うん、まだランドリーの時間がもうちょい、うん、10分ぐらい、あと20分かな、20分ぐらいあるから、あそこの場所でで、カフェして、うん、時間を潰して待ちます、うん、オーケー、で、飲んだら、飲んだらっていうか、まあコーヒーだけど、うん、食べて飲んだら、うん、ロサンゼルスの方を向かって、ヤマト君がモヒカンになるかもしれないですね。モヒカンもありえるよ、おむつは消毒だーっつってでアメリカンのバイク借りてしばらくはヤマト君のソロキャンプとんでもねえこいつどうしたんだって事情知らない人びっくり確かにね、めちゃくちゃファンキーな髪型楽しみだな、目の周り真っ黒に塗ってさすごい、めちゃくちゃ早い、早いなんて言えばいいですか、カリフォルニアで一番生かした髪型にしてくれは、なんだろうね、ベリーモーストクールヘアスタイルな、インカリフォルニアインカリフォルニアちょっとわかんないけど楽しみだな、楽しみだね、うん、爆イケで帰ってくるかもしれない確かに、ありえるからね、Don't wanna close my eyes 死んじゃうじゃん死んじゃうじゃん、出てくるガシャってとこ撮ってる、あ、オッケーオッケーオッケー、スローモーションにするわおいおい食べていく、食べていく、うんと、カフェが11時からということで、今45分ある、45分もあるね、じゃちょっとあのセンター、マーケットプレイス、マーケットね、ね、あるから、あそこで飲みようか、入り口のエントランスに結構立派なコンビニがあったから、うん、あそこにもなんかいろいろジュースもコーヒーもあったと思うけどな、ね、うん、あると思う、うん、行ってみましょう、行ってみましょう、子供たちがラジコンしてます、まあまあ、まあまあ、こんな感じで、こんな感じで、おー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 、はや、おおすごい、イエーイ、あ、来た、来い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 、早いでしょ、アメリカですね、おお、見せてくれてる、見せてくれてるね、それ引退して、おお、来い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 、あれ当たったらすね砕けますよ、ええ、あ、来た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 、爪多分3本ぐらいかな、爪で済んだらいいでしょなんかここは安いんですか、さっきそんな話になったけど、いや、さっきおじさん隣で掃除してたおっちゃんと話したよ、そうだね、おじさんがなんかあのここ何日間ぐらい泊まってたのって言われて、うん、で2日間だよなんて言って、うん、でいくらぐらいだったって聞かれて、140ドルぐらいかなって言って、うん、あ、いいね、全然悪くないじゃん、うん、ここら辺のモーテルだったらもっと高いよなんて言って、あ、そうだから高いんだよ、従業員の人も知らないんだなみたいなね、うん、140 120、100多分ね、あのプロパン借りてるから、あー、そうそうそう、一応119ドルだったけど、多分あれで140ぐらいで、いろいろオプションがあったんですよ、そう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 、多分それぐらいで、なるほどね、合ってる、うん、うん、バーベキューグリルも借りてバーベキューしてもいいしね、うん、ね、あるんですよね、うん、外に食べに行っても何でもできるから、うん、バーベキューグリルはちなみに50ドルですね、うーん、1日借りていいね、それでは、うん、ロサンゼルス最終日楽しんでいきましょう、レッツゴー、ケバイ、 Go ahead and finishHave a good trip. Yeah, thank you. Thank you. Tell your friends I said bye. Yeah, bye. Thank you. Okay, 行きましょう。あ、ちょっと車来てます。Thank you. Have a good time. Bye. Bye. Have a safe trip. Yay. Yay. Yay.オッケー、それではロサンゼルスの方行ってみましょう、レッツゴー。
キーがそこに返すの、あそこにカードキーを返して我々は次の目的地へ向かうと。うん、そう。キードロップ、オーディライター、お願いします。すごいね、システムがね完成されてる、うん、OK OK Let's go。 アンダーさん行っちゃっていい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイ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 、 Let's go。なんかめちゃくちゃ久々に運転する気がする。緊張するね。次の目的地は、そう、とりあえずロサンゼルス空港の近く の、うん、このエルモンテ RV の本社にこいつを返す、うん、はい。で、そしたら俺らあの空港のところの空港の中にあるのかな、うん、なんかね、空港近くみたいなね、近くの、うん、ホテルにチェックインして、うん、そっから山田くん借り上げて、いやークーレストヘアスタイルにしてもらいたい ね、 ね、ナンバーワン、ナンバーワンのやつね。ご飯食べて髪切って、ね、でも最近、最近っていうかここに来て一回もバーベキューしてないから、うん、うん、バーベキューしたくないですか。いや、したいよね。バーベキューしたいですよね。バーベキューしたいね。バーベキューできるところを探して、うん、バーベキューしましょう。 OK、 レッツゴー。レムト君がね、うん、生かした髪型で。アメリカンスタイルになってるかもしれない。いや、楽しみだな。お前らどっから来たのか。お前らどっから来たんだ。もう全然英語話しましょうね。Okay. とりあえず、革ジャンのベスト買っといた方がいいかもしれない。トゲトゲのやつを。トゲトゲのやつも買っといた方がいいかも。マッドマックスの世界になってる。マッドマックスの世界。じゃあ、向かっていこう。レッツゴー。OK、 このアメリカの今パーキング出るのもさ、はいはい、合流車線がほぼないんだよ。ああ確かに、加速する場所がほぼない。はいはいはい、もうちょい日本だと長いもんね、合流車線で。まあみんな気をつけてるのかもしれない。うん、物価が急に高えのよ。このコーラおいくつですか。 6ドル入れてお釣りが来た。6ドルじゃ5ドルから6ドルの間ね、800円以上。水がいくらでしたっけ。4ドル。水が4ドル、5、600円か。39.3で言うと日本の5倍してる。水でね、なんだろう、自販機だから高かったのかな。え、上高かった。だってあのバカでかいペットボトル4リッターぐらいのやつはいくらだっけ。わからないよね。3ドルぐらいじゃなかったっけ。あー、クリスタルガイジャーのバカでかい。そう、バカでかい。あ、じゃあ自販機が高いのかもね。自販機で、しかも高速だからかも。あー、怖いですね。物価つれーつれーつれー、大打撃。やばいっす。じゃあ、向かっていきましょう。はい、レッツゴー。できたぞー。あれだ、あれだ、オレモンテモーターセンター。あっという間だったね、ガソリンだけ。あ、そうだ。オッケー。今もうつらいちよ。つらいち。もう本当にいい線に乗っかってて、うん、高速可能距離が32マイルしか走らないから。32マイル、ちょうど。じゃあガソリン入れてモーターセンターまで行く。どんぐらい入るかちょっと見てみよう。確かに、パイパンでどのぐらいマックスまであるかねえ、見ていきましょう。オッケーオッケー。どんぐらい入るんだい。ねえ、200ドルって3万。まあ2万5千円。オッケー、通ってる。通ってる。バカやってな。じゃあ行けた？うん、行けた行けた。すげえな、200ドルだから3万。やっぱ3万ぐらいするかな。入るんじゃない？だって7300cc の V8 エンジン、うん、見て、下のあの燃料タンク見て。どれだ、黒いやつ。あれ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 、これ、え、これ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 。バカでかいんだけど。バカでかいからあれしか考えられないもんね。あ、これ、あ、これは違うもんね。あそこのこの空間だ。
あー、なるほどね。ストレージ。ストレージじゃない。これがあれか。いや、本当にガソリンタンクだ、これ。ガソリンタンクだよね、これ。やば !300 リットル。だって、横幅多分これ2メートルあるんじゃない？そうだね。だけだ長さね。そうそう。うん、すげえ。どんぐらい入るのかだね、これで。とりあえず、ちょっと時間かかるから。そうだね。これで見る？これで今、ここですね。15ドル。よっしゃ。200ドル入っちゃった。うわぁ、20。マジックまでいったね。29ガロン。200ドル入れました。はい、半分もいってない。えってことは半分よりちょっと下回ってる。もう3万ぐらい。じゃあ今3万だから300ドルだ。じゃあすげえ。いや、ガソリン、これ満タンに入れると500ドルぐらい作るってことだから、うん、6万7万ぐらいするってこと。そういうことだね。うっかつれー。なんで急にこんな。入れてこう、残りも。買ってくるよ。 OK。 まあ200ドル入って、はい、さらに300ドル追加。つれー。これでいけるか。これちゃんとガソリン代も考慮しておかないとね。そうだね。とんでもない旅になっちゃう。2940リッターだ。まだ半分なんだけど、300リッターぐらい入る。どうする？やばいやばい。もう200ドルも飲み込まれていくよ。200ドル飲み込まれていくよ。さっき言ったばっかりなのに。まああと100ドルで。行かなかったらね。またちょーん。結局中に入れとけ。いやー、すげー。今この時点で今29ガロンだから300リッターぐらい弱ぐらい。嘘でしょ。もう今6万よ。ガソリンスタンドで6万も使ったことないですから。ねえ。なるほど。俺計算ましい。あ、終わった。終わった。458ドル。よいしょ。まあ、およそ460。うん。460。460かける150。69,000円。え、7万いく？返さ返さ早く。危ねえよ。すげえ。じゃあこの車を返していく。嘘でしょ。復活でー。復活でー。たけー。ではでは、すぐ近くの RV モーターセンター行きましょう。行きましょう。レビュー。うわー、1週間ねえ。なんかすごい遠くのようで、あっという間だったね。うん、うん、あっちかな、あっちかな。エルモンテさん、ありがとうございました。 RV リターン向こうって書いてある。今RV の車の中のチェックも終わって、うん、はい、綺麗で良かったと。良かったね。うん、OK。 一回もね、奇跡的にぶつけなかったから。ね。長旅だから。綺麗に使いましたね。来た時よりも美しく精神で。ね、どんぐらい走ったんだろうね。ね、確かに。2000キロぐらいしたかな。2000キロぐらい行ったんじゃん。1998キロは、ケイチ君が運転してくれました。ありがとうございます。とんでもないです。2キロはリュウちゃんがね。2キロもしてないじゃん、明日。500メートルぐらいしました。はい。女性免許運転できる、うん、危ないね。危ない。たまたま俺中型まで持ってるから、うん、いいけど。多分ね、建築なかったら速攻返却だったよ、俺ね。あれ無理だよ、絶対。みんなら長いチャリで、グランドキャニオンまで。最悪だね。ラスベガスまでも行けないよ、絶対。絶対無理だ。飛行機だよ、もはや。確かに。アメリカ、ひれー。うちらが動いたのはロサンゼルスからラスベガス、うん、ラスベガスからグランドキャニオン、うん、でセリグマに通って、北に行ってサンディエゴ、サンディエゴで、こう帰ってきた。マジで、あの50分の1ぐらい、ね、あんなに内容が濃かったのにまだ一かじりしかしてないんだね。ね、氷山の一角とはこのことよ。すげー。アメリカ一周したの
1年はかかるね。ね、多分来年ハーレー乗ってますよ。確かに。腕思いっきり上げて。マイアミですもんね。マイアミ。そんなに半島なんだね。確かに。マイアミも RV パークめっちゃある。ね。ね、この KOA ファミリーっていうの系列なの。うん。ちょろちょろ見たもんね。うん、すげえ、全然本当の一部だね。あそこだけ、うん、ここだけしか移動しなかった。本当はこっちまで行く予定だったけどね。あ、危ねえ。ニューヨーク。ニューヨーク。この後、山田くん散髪も待ってるからね。ねえ、楽しみ。え、で空港行って街行く？あ、まあ、ご飯食べに街行くんだな。確かに。まあ、空港で、空港じゃなくて、ホテルで食ってもいいしな、昼。どっちもいいね。うん。前に行きました。ありがとうございました、エルモンテさん。すごいです。ぼちぼちですかね。うわ、涙が出そうですよ。まだ終わってない。あと聞いてるから、ね、確かに。ありがとう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 ございます。ありがとうございます。いや、腹減ったんだよ。腹減ったね。何食うか。食ってないもあったっけ？食ってないものをないホットドッグぐらい。ホットドッグぐらい。食ったの？食ったんじゃない？ピザ。あ、ホットドッグ食ったね。食ったっけ？あれはね、ウインナーじゃなかったけど、肉だったけどね。ああ、確かに。うん。何食うか。ちょっと検索してみます。うん。日本食は帰っていくらでも食えるから。そうね。あとちなみになんですけど、近所の検索したバーバーショップ。どこも星が高いです。生き残ってるだけやね。いやー楽しみだな。バチクソかっこいいカメラになるかもしれない。楽しみだね。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。行こう。本日ここに泊まっていく。なんか豪華だね。豪華だね。そんな間違って予約したかもしれない。高くないよね。なんかすごい豪華だけど。大丈夫だもん。大丈夫。手の毛羽まで抜かれるぞ。チキンからと思って多分大丈夫。大丈夫。大丈夫ですか、神田さん。まあ皿洗いでなってほしいよ。オーケー、Thank you。ウェルカム。もう安生活や。What's your name? ラモン。エルモン、オーケー、Thank you。Thank you guys。Nice to meet you。オーケー。おい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 、アンダーさんやったなこれ。やったな。これやったな。いやー、これ怒られる。でもベラボーに高くないでしょ。いや、そんな高くなかったな。なんだったら一番安く買ったぐらい。ここら辺で。パスポート見せてね。はい。お願いしまーす。チェックインできました。チェックイン完了。やりましたね。ありがとうございます。Wi-Fi も使い放題で。OK。じゃあ、ペイペイ。ペイペイ。オーケー。じゃあ行ってみましょう。アンダーくん。9階？まあまあ高いね。大丈夫かこれ本当に。一桁違うとかない？二桁違ったら500万ぐらいある。9060。906。あ、みんな向こうかな、じゃあ。オーケー。うん。入ってきました。おい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 、アンダーくん、これ一人用。え、めちゃくちゃ広いんですけど。すげえ。うわ空港見える。熱っ。空港が見えるし、一人にしては広すぎる。テレビもあって、飲み物もある。トイレ、バスルーム。トイレと洗面所。バスルーム。ウェーイ。よっしゃ、本日はここ泊まっていく。めちゃくちゃいい部屋だったんだけど、俺のだけちっちゃかったんだよ。まあ全然問題ないけど。まさかね、多分ホテル側で部屋は多分変えられちゃったんだよ。なるほどね。とりあえず入って、わすげえ部屋だってなったんですよ。でかいし広いし、キングサイズのベッドがあって、うん、わすげえいいとこだねってみんなの LINE で喋ってて、うん、アンダーさんの部屋行ったら、うん、ベッドが2つあった。キングサイズのベッド2つあった。綺麗。ロケーションも空港ビューだしさ、ね、
というわけで、はい、今からご飯食いに行きながら僕のこのボサボサの髪の毛を切りに行きます。イエーイ。よーし、ほんじゃウーバー乗ったんで、うん、ご飯食べに行くー。やったー。オッケー、着きましたよ。本日はセブンナインティーンジーズレストラン。いやー、よいしょ。 GTA で、ここでシーフード食べていく。おすすめは何があるの？テーブルバー。あー、あ、テーブル、テーブル、テーブル。オーケー。こっち外じゃなくていい？あ、今外。アウトサイドテーブル。オーケー。はい、イエーイ。アウトサイドテーブルで食べていくー。あー、オーケーオーケー。イエーイ、イエーイ。サンキュー。おいやいねげん、すごい外でもめちゃくちゃ気持ちいいからいいね。ジメジメしてたら外にいられないもん ね。ジェンターニック、ジェンターニック、ジェンターニック、ジェンターニック。それではアメリカ最終日で、最終日だ ね。最終日最後まで楽しんでいきましょう。キャビ、キャビ、散髪も頑張って。うん、なんだこの味は。うまい。強えな。出た出た。アンダーさんは血強くなりがち。おかしいよ絶対。アメリカのジントニックの多分ね、ジンの入れ方おかしいんだと思う。逆、日本と逆。これこそお酒マンジントニックだもん本当に。おお。ジンの方が8割入ってる。結構入ってるよこれ。味がすごい感じるわ。ああ、ああ、ちょっと濃い。あれ、ちょっと盛りました。いや、思ってないと思うけど。思ってないと思うよ。昨日のはすごかったけどね。うん、昨日だか一昨日。割とそれと同じ。あ、それよりは軽いかな。でも普通のジントニックはやっぱ濃い。確かに。アンダーさんの酒なんで濃くなりがちなんだ。なんか飲めそうだからとりあえずいっぱい入れとくかってなる。はい、大丈夫だ、ね。じゃあ料理を待ちましょう。でもまあ頼んでないの。頼んでない。そうそうそう。オーダーのやり方がわかんないんだよ。来た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 。That's low enough, right? Thank you! うっせけー、これだこれだ、ここだ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 、これだ。見つけましたね。すげえ、めっちゃちょうどいいこれ。この日があることによって、寒さと。イエーイ、イエーイ。 Thank you! You're welcome!すごい中、すごい、やばい、すごいよ。僕がチェックしているバーバーショップは21時までなんですよ。ああ、何すぐそこにあったかな。あれじゃない。あれ俺チェックしたじゃん。あの汚い。いや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 。もうちょいそっちにいい、いいバーバーある。いや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 。どこでもいいじゃんね。いつどうしてる。あれ？あれ？バーバー。いいじゃん。突撃。飯食い終わってすぐ星2だったでしょ。なかなかないよこの2で。星2は星2、確かに星2だったらきついね。今まで 4.5 以上ぐらいをずっと平均、ね、そうそうそう、狙ってきたわけじゃない。どこも良かった ね。そう、良かった良かった。グランドキャニオンなんて何万件も口コミがあるのに 4.9 だからあっちでしょ、ね。まあ、あれはもういい、バットつけがたいよね、あれは。ね、無理だよ、感動するもんね。時差の計算をしてなくても、日本に12日に帰ると思ってたら、
俺らこっちを12日の朝に出る、うん、だから13日になっちゃってる。で俺もさっき連絡したわ。そうだ、いつ帰ってくるのって言われて、明日だよ。はみたいな。会社のカレンダー1個もう1つ、そう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 、もう1日入れとかないと、うん、そうだ、そうそう、俺もさっき今日夕飯どうするって言われて、うん、えっと思って怖いですね、無知ってやつは。本当だね、本当だね。Thank you. うまそう。 Enjoy. Yeah, thank you. Thank you. 2個来たね。なんで嫌でよかったですね。大丈夫かな。また別行こうか。それで食べましょう。すごいよ。シュリンプファイトがうまそうですね。3種類あるから、その食べ比べでファイトって意味なのかな。なるほどね。じゃあどうぞどうぞ。いいんですか。はい。いつも一発目。真ん中です。いただきます。うわ、うまそう。進んでんな。これから髪の毛切りに行く人の喉越しじゃなかったね。確かにね。バリは出ました。出た。うまい。うわうまっ。じゃあ行ってきます。何かわかんないけど、それもうまそう。チリっぽい、エスニックっぽいやつ。エスニックっぽいね。いただきます。カレーが、カレー、違うの。でもプリップリだね。うん、エビがうまい。うまい。じゃあ真ん中いっていい。あー、一番おいしいの取った。うまかったな。これめっちゃうまいね。ね、唐揚げだよ、もはや。この、なんだ、なんなのかわかんないやつ。ジューシーさはないけど、エビのプリプリ感で満足度高いよね。うん、うまい。唐揚げだったら、外状はだけど。最後、もうねえんだよ、あの人の。竹はない。あ、そういう感じ。そういう感じ。そういう感じ。あ、まあ、いや、ワンモア。いや、また。いや、いや、お願いします。お願いします。お願いします。なんだっけそれ。フォーエミのパックだ。めちゃくちゃ字余りしてる。やりづらい。お願いします。マースにしとけよ。だいぶだいぶ歌わないじゃん。お願いしまーす。C で終わるのか。楽しそうだね。二人とも。Thank you。何千キロとおかしいよ。Thank you。Thank you。Good day。There's more coming。Yeah, thank you。ありがとうございます。いやもうなんか本当に座ってるだけで気持ちいいですね。いい感じですね。日も見れるし、この日もまたいいね。いいね。ありがとうございます。 OK、 ワンバイーデビー。ワンバイーデビー。ヘリ、どんどんはバリバ。うわ、来た来た来た。違うか、うちらじゃないか、これは。うちらだー。頑張って、たんたちから。え、え、もう一回どうぞ。そう、これが二つ子だね。何が育ちますか。よいしょ。すげえ。Thank you。Thank you。うわ、これうまそう。待て待て。これあの、これを二つ頼んだつもりだったのが、うん、なぜか三倍来てる。え、これカキフライ？カキフライ。アメリカ版カキフライ。すげえクリスピーじゃん。ねえ、ねえ、鶏皮でも焼いたんかぐらいカリカリに見える。ちょっと行ってみ、いいですか。熱いでしょこれ。レモンかけたから。かけたレモンかけた。いただきます。
あ、案外いける。あ、いける。うん。パキ。うまし。うまい。うまい。すごいクリスピーで、こういうこの衣みたいのに味がついてるんだけど、それの主張がすごく強いんだよ、うん、で、香りでオイスターを感じるって感じじゃないですか。牡蠣、牡蠣の旨味と香りが来る。こいつが主体じゃなくて、もう双方みんな主人公って感じの味。素敵ですね。美味しい。バファローチキンサーティめちゃくちゃうまい。うん。しみしみ。しみしみだし、結構甘めなソースなんだよね。うん、バファローチキン辛、甘辛。甘辛だ。うん。すげえ。うわ、このパンもうまいし。ね、ふっくらバンズだね。サイズ感いいんだけど、うん、数がおかしい。多いんだよな。あのこれを2つ3人でシェアする予定だったのに。でもサイズ感は良かった。まあね。普通のバーガー6つ来たらマジで今日諦めないといけなくなってた。やります。おい。めちゃくちゃね。すごい。これがスライダーバーガーっていうスタイルね。そうだね、うん、なんか一口でいけるハンバーガー。ニューヨーク発祥らしいです。うん、いただきます。うまっ。うまいよ。パクチーなんか若干東南アジアかも。うん、めちゃくちゃうまい。うん、確かに甘辛だね。うん、うん、いいかべー。確かにこれはこれだ。うめえ。なんだろう、でバーガーめちゃくちゃうまいんだよ。バーガーめちゃくちゃうまい。日越しの日越し、ちょっと皿を添えた方がいいかな。本当、はい。顔いやいやいや、こうなるんだよ。すごい、あの日本一スケベな顔選手権のポスターにできるね。え、まあ、何これ。なんかめちゃくちゃうまいよね。ねえ、もうでも俺もさっき見開いたもん。ね、うまこれ。その 2.5 倍ぐらいのエッチな顔したね。エッチな、エッチな、こんなエッチなをおピンつく。うーん、悪くない。いやー、外に座ればこんなのも楽しめちゃうんだよ。うわー、綺麗だよ。いいですね。うん、おいっす。おいっす。おいっす。あ、うん、あー、最高。まあ日が沈んできますよ、最後の夜。ねえ、ね、楽しかった。楽しかったし、あの、あってまってマジで。うん、本当に結構長いと思ったけど、うん、昨日の子供のようだもんね。いろんなことがあっという間だったね。ねえ、新鮮だったな、カジノも。カジノ良かったし ね、 ね、グランドキャニオンも良かったし、うん、なんといってもサンディエゴの RV パークだよな。あれはやばかったね。うん、あの世の全てを詰め込んだみたいな。本当にそうだ、すごかったよ。いいよな、あんなのが普通にあるんだもんね。え、詰めちゃうんだよね。ねえ、日本だってキャンプなるね、ふもとっぱらとかあるけどさ、こっから仕事通う人いないと思ったよね。え、ヤマト君ぐらいです、キャンプ場から。確かに。ラップ戻す。ちょうど良くなったね。うん、遅い。フォトパスタ。Thank you。うまそう。
おい、どうぞ。いただきます。一発いっちゃっていい。これはなんだ、ガーリックロブスターか。うーわ、めちゃくちゃガーリックの匂いきた。ガーリックっていうよりニンニクだね。一緒でしょ。なんかあのおしゃれな香りじゃない。あー、はいはいはい、強めのニンニク、うん、男らしいやつだ。スタミナパスタ。スタミナパスタ。そんなに食べる、わかる。これはガーリックじゃなくてニンニクです。すげえ、初めて食べるこのタイプ。レミが自動系、自動系よ。ラーメンだねこれ。ラーメン。そう、食えばわかる。ラーメン。スタミナじゃない？そしてめちゃくちゃスタミナ。そしてガーリックじゃなくてニンニクでしょ？これ明日多分飛行機でクレーム来るこれ。やっちゃった。じゃもう一泊するか。安易。安易。うわ。いただきます。やばいじゃん。これガーリックじゃない。ニンニク。わかる。ね。意味めっちゃわかる。美味しかったですね。美味しかった。シーフードさん、ね。ここからなんと山本君が借り上げる場所が歩いて5分らしいんで。こんな夜になっちゃったよ。確かに。かっこよくなるかな。寒いね。寒い。半袖きつい。マジで。やばい。一応調べたら9時までオープンって書いてあったから。うん。とりあえず行ってみましょう。あと2時間あるね。うん。行きましょう。だった。え？めちゃくちゃ近いよ。すぐそこから。ねえ。渋いっしょ。渋い。ねえでしょ。どうやって渡ってくの？そっち。そっちが渋いな。そこの交差点だ。直線距離も数百メートル。歩いてこう。歩いてこう。いや、明日バーバーだね。機材トラブルで音声がなくなってしまったんで、しばらくナレーションで行かせてもらいます。今ロサンゼルスで一番かっこいい髪型にしてもらうぜと意気込んでいる様子ですね。はい。店内も渋くて期待大だったんですけど、いかんせん英語喋れないんでだいぶ緊張しましたね。英語喋れるアンダーさんの頼もしさったら、もうね、店員さんが激渋いのよ。近くに何軒かバーバーがあったんですけど、ここのお店が一番 Google の星が高かったんでここにしました。アメリカ旅するときは Google の星を参考にするのがおすすめですね。今アンダーさんに教わった英語で Coolest Hairstyle in Los Angeles と説明していますね。おそらく伝わりました。いや、どんな仕上がりになるか楽しみですね。さあアンダーさん、我々は反対側に移動してきました。ちょっとなんか美味しそうなお店があったから、うん、行ってみようと。そして大和くんはと言いますと、おそらく窓際で襟足が今リヴァイ兵長みたいになってるね。なってる際結構られてるんですね。そのまま虚勢して帰ってくれるよ。じゃあ大和くんがいい感じの髪型になってることを見越して、そうです、ね、我々は飲んでましょう。そうですね、行きましょう。おお、オーケー、かっこいい。Yeah, thank you. Welcome. Yeah. かっこいいです。How cool. Cool, cool, cool. Yeah. Cool, cool hairstyle. Yeah, thank you. Very cool. Very cool.ありがとうございます。今、大和君から終わったという連絡が来たんで、反対側まで信号を渡って行きたいと思います。Thank you! ありがとうございます !Thank you! チャンネル、チャンネル OK? フォロー OK? イエーイ !Thank you! いやおい、どうです、どうですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。かっこいいじゃん。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。ちゃんとかっこよくなってんじゃん。これが、うん、クールスヘアスタイルインロサンゼルス。どうでしょう。うわ、いいじゃん。アンバーさんの見てみ行こう。あ、行こう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 。いやー、どうだった。
いや、すげえ丁寧にやってくれたよ、うん、心何往復もしたもん、めちゃくちゃ決まってんだけど本当で、チャンネル登録2人ゲットしました。すごい。切ってくれた人と横に座った人がチャンネル登録してくれた。すげえ。営業してやった。営業してきた、ちゃんとここ渡ってこジン、オークションジャパニーズフェイマスユーチューバーって言って、嘘ついて、そうそうそう、平気に嘘ついて、あ、でもハーフミリオンイエーって言ってよ。あ、確かにね。そっか、50万人達成しましたから ね、ありがとうございます。ありがとうございます。向こう側でアンダーさん、さっきあんだけ食べたの、なんか食べ足りねえとかって。で、和風のもの食べてるの。寿司と、照り焼きロール、はいはいはい、食べたいな。あ、いいね。よいしょ。え？ああ、まあ、なな、よけ、もうよけ。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ちゃんとしてる。いいじゃん。普通にすごいすごい。ね。ね、綺麗だ。気持ちいいぞ。ここ気持ちいいぞ。思った以上にいいんだよ。ね、もっと変築林になるかと思ったけどね。ちゃんとかっこよくしてもらってる。ありがとうございます。よかったね。ね、早かったね。しかし、ね、早かったね。これすげえ早かったよ。10分15分。そう。うん。永遠だったよ。いや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 。ルールした。じゃあ、ゆっくりして行きましょう。はい、すごい綺麗にねえやってくれたよ ねすごいちゃんとしてる。ちゃんとしてるね。ありがとうございます。星4つだから今回の旅いろいろあったけど、何を選んでも失敗はなかったの。うん、で、なんか一つの教訓が分かったことが、うん、Google の星を当てに行けば、うん、最高の旅ができる。確かにね。サンディエゴベイだって4点なんぼでしょ。そう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 、結構ね、だから辛辣なんだよね。絶対に4点以上か、うん、3以下。あ、まあ、あ、はい、そうそうそう。だから、高いとこ行けば間違いない、ね。うん、星を探すわけですね。星を探すわけですね。でもどこ行っても歩いてるだけで、逆に変な店を見つけるのが難しいかもしれないね。確かにね。行ったところがたまたまそうだったのかな。どれも良かったね。ね、まあ。選んでるしね。うんうん。まあ、とりあえず、行きましょうか。行きましょうか。うん。ギョッということで、はい、アメリカ9日間の旅ですね、うん、どうでしたか。楽しかったね。楽しかったね。あっという間でしたね。あっという間だったね。すごいしか言ってないね。2万回ぐらい言ってもらえる。すごい、すげえ。そうだよね、言ったね。子供みたいになっちゃったね。うん、それぐらい本当すごかった。新鮮な体験ができたからね、うん、それなのにアメリカ大陸のほんの一部にしかいない。ねえ、あんなだけだったんだね。もしも横断してたらガソリン代だけで、楽しいですよ、うん、ね、うん、そういうことでね、今回はアメリカの旅を何本かお送りしてきたんですけども、はい、ここで一旦締めに、はい、いつも通りの動画に戻っていきます。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお疲れ様です。お疲れ様です。バケボイ、バケボイ、仕事する。仕事する。